はい。それでは、地学の授業を始めたいと思います。本日は、東北大学2020年の問題の後半戦行きたいと思いますけれども。まあ、まだまだね、ちょっと癖のある問題が出てきますけれども。はい。河川部 B ね。標高が高く、傾斜が急な産地ね、うん。ここのところについて、はい。九州な産地に、豪雨や地震動ね。 こういうものが加わると、斜面崩壊ね。またの名を崖崩れね。で、あとそれから地滑りに土石流ね。これが発生する場合があると。で、またちょっとサービスなんじゃねっていう話になりまして、これらの現象のうち一つについて、現象名とその内容ね。これを産業以内で説明せよ。だそうです。 でもね、なかなかね、一個だけ説明してくれと言ってても、そんなにね、意地のいい問題とも言えませんので。だってさ、斜面崩壊、地滑り、土石流って、なんかみんな似たような感じじゃんとね。何がどう違うんですかという。まあそんなところですから、まあそう、一つ選んだつもりがなんか他のものの説明になってるよねと。もうその瞬間0点ですからなという話になってきますから、まあこれだけね、似たような3つですから、まあどれも ちゃんと分かっていなきゃ、やっぱり一個だって答えられないでしょうという。まあそんな感情な問題の作り手のね、メッセージも伝わってこないわけでもないですけれども。まあ何はともあれね。まあ今回こういう問い方ですが、次どう問われるか分かりません。もっと露骨にこれとこれの違いは何ですかとかね、いうこともあり得ますので。まあやっぱり全部見ていこうかという話になりますけれども。じゃあまずは順番で、はい。 斜面崩壊ってやつね、うん。まあ、ネーミングというものが本当に合理的かどうかというのは、それは何とも言えません。いろんな分野でね。ですが、まあ、なるべくこの名前と関連づけて、中身をちゃんと分かっていってもらえるといいなという話になりまして、これはですね、まあ、まずそう。集中豪雨などね。うん、まあ、主に集中豪雨だと思ってくれていいです。 これによって、斜面が不安定になりますよとね。で、そしてな、動くものは何かといえば、斜面表層にある土砂や岩石ね。うん、まあ、ここらはそう、流形の違いだと思ってくれりゃいいです。これが、そうなんです。 地中のある面ね。これを境にして滑り落ちるよと。いうことなんで、まあもちろん、表層っちゃ表層の出来事であることに違いはない。のですけれども、ちょいと地表面から下に行ったところね。そこら辺からぐわっと崩れていきますよというね。だからということでそう。斜面崩壊ね。うん まあまさしくこういう斜面があって、それが全部ザざざーっと崩れていきますよというね。まあそんなあたりをしっかりとイメージしてもらえるといいですよというのが一つね。で、それに対してな、次。地滑りね。ということになりまして、この地滑りという言葉から何を思うかという。まあそれも人それぞれだとは思いますけれども、これはね、 名前の通り、こう、ずる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 と下がっていきますよという。まあ、そんな風になるわけなんですが、さあ、地学的に言うべきことは何かなという話になりまして。そうなんですね。まあ、そう。大雨ね。うん。だから、必ずしも集中豪雨ね。特にあの最近ゲリラ豪雨とかがありますけれども。そういうもんじゃなくてもいい。 しと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 ,と長きにわたって降るような雨ね。まあそういうのを考えてくれてもいいんですけれども。で、そう。その、雨ってたくさん降ってその後どこに行くんですかというと、まあもちろんね、海まで流れていくのもあるんですが、地下に吸収されていくのもたくさんあるじゃないですかとね。で、それでもって、地下の深いところに、比較的深いところに、 粘土層というのがありますとね。で、それでもって、当然ね、そこだけ発水ですよとかあんなバカな話があるわけでも何でもないですから、粘土層にもおのずとこの水が吸収されていきますとね。で、そうするとどうなるかなっていう話なんですけれども、はい。要するにね、粘土の粒子。これが入ってきた水にプカプカと浮くことになるわけじゃないですかとね。 で、それでもって、それをマクロな視点で捉えてやればどうなるのかと言ったら、粘土ね。水を含んで滑りやすくなります。だって粒子が浮かんじゃってますからね。で、そして、はい。地盤がね、そう、地滑りと言っている通りで、ゆっくりと滑り落ちますよという、話になりますから、そうなんだな。 この地滑りというやつのポイントとしては、まあ何はともあれ、滑るところの本体というのは地下の粘土層ですよとね。あんまり表層からは、花、あの、近くはないんだなという。まあそこのところを分かっておいてほしいですし、あとね、もうネーミング的にもなんかという感じはしますが、割とこれ、ゆっくりと滑り落ちていきますよという。まあそんなあたりに気をつけといてねというところです。 で、そして、三つ目いこうかって話ですが、土石流ね。なんかこれが一番荒々しい感じがするんじゃねという感じがしますけれども、これはですね、まあまさしく表層ですよっていう話になりまして、うん。はい。長雨でも、あとあるいは集中豪雨でも、それはどっちでもいいんですけれども、 何はともあれ、多量の水がもたらされますとね。で、その多量の水が何なんでしょうかというところですけれども、そう。山腹川底ね。まあ、そこのところに土砂や岩石というのが、そうですよ。さっき見た通りで、堆積作用ね。これが優勢になったならば、たくさん分布してるわけじゃないですか。 で、それで、ごく普通の時だったら、それは流されないわけよ。単純に体積地形を作ってるわけですね。だけど、こんな感じで多量の水がやってくるよということになりますと、はい。高速でね、一気に下流へね、うん、海へ向かって押し流されていくわけなんですよというね。うん、まあ、そんなあたりを分かっておいてくださいなということになりまして、 だからね、まあ何はともあれ、この土石流っていうのは文字通り、表層にある土砂や岩石ね。これの動きについてのお話。で、それでもって、斜面崩壊っていうのは、もうちょっとね、地中にある層ね。まあここのところから滑り落ちが始まる。うん。だから、まあ斜面と言っておりますけれども、そこの地形そのものが全部、 崩壊してしまう。ぶっ壊れてしまうわけですよ。というね。まあそんなところですし。で、もうちょっとね、深いところでこの地滑りという話になりまして、これはそう。粘土層に水が吸収されるね。で、それによって滑りやすくなった粘土というのが、ゆっくりゆっくり落ちていく、下がっていくのですよ。というね。まあそんな感じで、それぞれに特徴がありますよ、ね。で、あとそれからね、 まあどうしても日本というのは台風が毎年毎年やってくるところでまあこういった災害というのも現実に起こりますという話になりますからまあもちろんね地学ってその防災のために勉強してんだよというまあそういう側面もありますのでまあぜひぜひねあのニュースとかそういうあの地域の防災情報とかねまあそういったところにも耳を傾けてあ,あの話ねというふうに 見ていってもらえると、ますます理解としては深められるんじゃないかなと。まあ、教科書にも,もちろん手には乗っかってますけどね、というあたりです。はい。じゃあ、そしたら次行ってみましょうか。お、なんかどっかで見たような図が出てきましたね、ということになりますけれども。はい。下線部の C ね。体積作用が優勢という話なんですけれども、これに関して、図1ね。 これを参考にして、体積作用が優勢になる理由ね。これを産業以内で説明しようとね。うん。いう話になっておりまして。でな、この図っていうのも間違いなく教科書に乗っかってますし、で、あとまあ、共通テストなどでも、この図を見て何か解釈してくださいとかね。まあ、その手の問題っていうのは割とよく出てくるわけなんですけれども、 まあ、今一度見ておきましょうかというところですが、まずそう、曲線1ということになっておりまして、まあ、なんかある程度幅を持たせて帯のように書いてくれてますけれども、川底の粒子ね、これが動き始める流速よとね、だからそう、まあ、完全に川底でとどまっていました。そういうものだとしても、まあ、流形に応じて流速は変わってくるんですが、 この流速を上回ってしまうと完全に動き始めるわけですよという、そういうところね。で、それに対してそう、今度下に出てくる直線の2の方ね。これに関しては、運ばれていた粒子ね。これがそう、流速下がるにつれて川底に沈むね。要するに今度は体積を始めますよという。まあそういった流速の上限を与えています。 で、それでもってな、その境界となる曲線二つに挟まれた運搬というエリアね。うん、まあ、これに関してちょいと誤解が生ずるところではあるのですけれども。うん、まあ、だからこの運搬というのは現状維持的なものでして、まあ、要するにそう。あの、すでに運搬されているものは運搬され続けますと。で、あと一方で、 堆積しているものに関しては、この侵食までは行ってないわけだから、堆積し続けますよという。まあそんな感じの、そう、元凶維持。そういうふうになっているのは、この間のエリアなんですよという。まあそこのところにご注意をというところね。うん、で、それでもって、まあね、よく出てくる話なんでそこまで言っときますと、はい。あの、一定の流刑ね。これの粒子に対して、だん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 と流速を上げていきます。 で、そうすると、割と早く侵食に転じるのは、この砂の領域な。まあ、流形としては、間ぐらいのところね。ここのところっていうのが、あの、止まっていたものが動き始めるのが、一番流速小さくていいところ。流速上から、下から上へ上げていくようだったら、早く侵食されてしまいますよ、というね。 まあそういうことを言ってるんだねっていうあたりも分かっておいてくださいなというあたりです。だからそう別にその辺の解釈ができればそんな怖いことではありませんし、まあ今回はね、そんな面倒なことすら言ってないんじゃないかなという話になってきまして、だってそう、河川が山地から平野に出てくるね。うん、山地から平野に出てくるよということで、ぶわっと広がっちゃいますと川幅ね。うん で、そのせいで流速が小さくなるじゃないですかという。まあ、それを捉えられれば別に怖いことはないでしょうという感じになってきまして、はい。産地から冷え合い流出ね。その際に流速が小さくなります。だからその関係で、はい。侵食が起こる流速ね。うん そこのところからそう、文字通り、体積の起こる流速ね。うん、まあだからもう運搬のところはまあぶっちぎっちゃいますよという。まあそういう話になりますけれども、まあここのところへと変化するのですよというね。まあそんなあたり分かっておいてもらえオッ OK ですよという話になってきますので、まあちゃんとね、この 新色から体積へ移り変わっていきますよという。まあそこのところを明確にすることを忘れないでくださいねという話たです、はい。まあ、な感じになりまして、そう、さっきから言ってる通りですが、まあ何はともあれこのグラフね。まあこれはしょっちゅう出てくるもの。あとそれから、今回それも全然使うことはなかったんですけれども、この流形、流速ともに、 要するにこれ、対数メモリになってますよというね。だからそう、一メモリ進むごとに10倍になってますよという。まあそういうものが使われてるんだなっていうあたりも見ておいてもらえると、なおのこと良いでしょうというところです。はい、まあ、んな感じで一通りですが、まあそうなんだよな。侵食作用、体積作用とかね。まあ、今の地表の地形ね。 これを作る上ではとてつもなく重要なものなのですけれども、まあね、そう。侵食作用ってものすごく時間食うじゃないとね。いう話になってきますし、割と地味じゃんというね。まあそんなところもありますので、しっかり勉強してない。従って苦手ですよというね。まあそういう人も少なからずいる分野だろうなということにはなるのですが、まあそれゆえにね、そこまで難しいことを聞いてくるわけではありませんから。 しっかりと、今回の問題もそうでしたが、定義を抑えた上でね、正しく答えられるようにしていってくださいな、といたです。じゃあ、そんなあたりで本日の授業、お疲れ様でございました。はい、本日の授業、いかがでしたでしょうかあ,あ、面白いな、わかったな、と思っていても、1週間、2週間と経つと忘れてしまうのが人間ということになりますので、ちゃんとね、 またまた間を空けて復習することを忘れないでくださいね。それでは皆様さようなら。